ウソもおごりんです。本日もスプラトゥーン3で初心者 VS 猛者やっていこうかな思います。この企画ではスプラトゥーン3の腕前が S 以下の方とスプラトゥーン2の X が2個以上もしくはスプラトゥーン3で XP2500 以上の方がどうすればいい試合になるかを探す企画となっております。そんな中持ってきた企画がこちら、 X はキル禁止。はい、究極ですね。ちなみになぜこれをやるかというと、今回ね、初心者チームが全員どえらい初心者なんですよ。ガチホコもやったことないっていうようなレベルの人もいるので、まあいい勝負になるんちゃうかな思います。初心者チームはルールによってスペシャルのありなしを変えております。モサチームはもちろんキル禁止で塗るのは OK です。そしてキル性能のないサブスペシャルは OK となっております。それでは行っていきましょう。どうぞ。さあ、それでは行きましょう。モサチームキルなし縛りということで、もうこれは究極ですね。はい、いや、前回の帝王イカ VS カニタンクと同じメンバーなんですけれども、今回かなり初心者チームがもう究極の初心者だということで、この魚神 S に関してはもうあれなんですよ、ガチマッチガチホコやったことないですのレベルです。はい、さあ今回モサチームはバリアが2人とエナスタとキュインキーって感じですかね。今回一応縄張りだけ様子見でもう何でもありにしてます。まあこれでもしモサ、初心者チームが強そうであれば、まあこれ以降はスペシャルなしということで、まあこの縄張りだけね、スペシャルありで様子見してます。さあ、サメライドの紡ぐ S、いった、これはスペシャルありでも良さそうです。特に問題なさそうです。どうなんでしょうか。このナイス玉、ミーのナイス玉がね、かなり強力かなと思うんですけれども、はい、ミーさん休憩中でしょうか。この初心者チームのスペシャルに果たして殺傷能力があるのか。対象年齢6歳未満限定のスペシャルかもしれないですね、これは。はい、さあ今のところ初心者チームは誰もキルされておりません。ミーさん、スペシャルを吐く気配が全くございません。真ん中をどうしても綺麗に塗りたいと。ミーはどうしてもこの真ん中を綺麗に塗りたい、その一心でやっております。なかなかお互いキルできないですね。魚神スペシャルを投げるが、とりあえず投げているといった感じ。さあ、サスマイも狙いに行った、狙いに行った。さあ、当たらない。そのスライドは脅威だ。さあ、後ろから来たぞ、魚神後ろだ。どこからポイズンが飛んできたかわからない。謎のポイズンです。さあ来た、おー、うまい。今のは綺麗に決まりました。さあ、このナイス玉どこに打つか悩んで悩んで、目の前に打った。やはり真ん中を綺麗に塗りたい様子だ。さあ残り1分です。魚神トルネード打ちました。さあ最後の1個、いいところに行った。モサチームは1人死んでますね。キャット坂本死にました。さあ猫丸スピナーでどんどん塗って、今回はね、モサチームのキャラコンが問われる企画となっておりますんで、ちょっと存分に見せていただきたいですね。もう避けに徹した、動きに徹した、そのキャラコンというのをね。さあバリアを履いて最後の追い詰めです。さあキャット坂本、ワイドローラーで奥まで塗っていく。ワイドローラーの塗りは世界一ピカイチです。さあタコ M はなぜスクイックリンで来たんでしょうか。明らかに不利なんですけれども、さあミーの陣地を占領していきます。真ん中の門番ミー座れる、真ん中の門番ミー座れる。最後真ん中をきれいに塗れない。これにはミーご立腹です。いやー、最後の真ん中阻害はちょっとね、ミーさんご立腹ですよ。これちょっと緑が多いか、どうだ、緑の勝利。まさかの猛者一勝です。さあここからはガチマッチです。一つ目はガチエリアザトウマーケット。いやーね、スペシャルどうしようかということなんですが、もう何でもありでいきましょうね。はい、お互い本気でぶつかってこそ、やはりいい動画ってのは生まれますから、皆さん本気でぶつかっていきましょうね。でそのインタビューにお互い聞いたところ、モサチームは、はい、本気で頑張りますと言ってたんですけど、初心者チームはね、本気になるほど空回りという素晴らしい名言を残してくれました。さあ、いやーこれ真ん中ちょっとガチエリアはしんどいんでしょうか。タコさんはなぜスクイックリンを持ってきているのか。はい、非常にこの企画にマッチしていない武器なんですけれども、さあ真ん中のスペシャル、これは痛い。
さあキャット坂本ワイドローラーで塗って、ワイドローラーで塗って、これは強い、いい塗りだ。さあなんで初心者チーム死んでるんでしょうか意味がわからないですけれども、倒さないでいただいていいですか。どざくさに紛れてね、まあしゃあないんですけど、その真ん中を倒してしまうのはもう仕方がない。ローラーではなくワイドローラーの方が良かったんじゃないだろうか、さつまいも。さあガチエリア真ん中にいる限り、さあ帝王イカ、なるほどなるほど、タックルしなければ帝王イカに殺傷能力はない、対象年齢6歳以下です。なるほど、その発想はなかった。無敵で濡れる帝王イカ、素晴らしい発想だ。さあ止められるか、残り10秒、ストップ確保です。残り10秒で確保、ここからそれをキープできるか。さあ猫丸は武器はなんだ、傘ですかね。いやちょっとそのショットガンは相手を貫きそうな気がするんですけれども、ちょっと初心者が強く見えますね、心なしか。大丈夫でしょうか。さあそこのバリアを使って塗っていきたいが残念、スペシャルない方がいいでしょうか。下打ちしないでください。あ違う方、びっくりしました。魚民 S の下打ちが始まったんかと思いました。さあエリア塗りには定評があるミー、綺麗に塗っていきます。さあ定評が来た、救援機も来た、合わせてきたよ。さあ合わせてきた、さあ合わせてきた、だが全く塗れないだが全く塗れない、これはダメそうですね、これはダメそうだ。はい終わりました、スペシャルなしでいきましょうかね、スペシャルなしでいきまーす。はい、矢倉あなた無理と思ったでしょ。そんなことないんですね、モサチームはシールドとか帝王で初心者を落とすことが目的となります。落とした上でそこから逆転まで持っていけるか。タコはなぜスクイックリン固定なんでしょうか意味がわかりません。さあ、トリプルトルネードでしょうか、スペシャルを使わない気でしょうかね。さあどうだ、トルネードが2人いますよ。そしてバリア、帝王イカがまさかのいない、ポイズンとスプリンクラー、なるほどスプリンクラーで落とそうという感じでしょ。あなるほど、傘のつっつきで落とそうと、素晴らしい発想すごいすごいすごい、なるほどね、考えたな重さチーム、その発想はなかったわ。はい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 、かおー、いいいい、落とせる落としてる落としてる落としてる、いいよいいよ、これそこを防げ、4分間、あと4分間防ぐことができれば猛者チーム勝てますから、どんどん水没で落としていこうと。いやとなるとタコがね、タコがその企画の趣旨に気づいてくれればやりやすかったかな思うんですけど、タコはもうバリア履くしかないんで、タコマジでバリアしか履けないんで、ちょっと不利かなという感じですね。センサーも全く意味がないので、猫丸とさつまいもやはり常連の発想力は規格外といったところでしょうか。さあ逆転していきました。さあ反撃の時間です。初心者チーム、つむぐが乗ろうとするが弾き飛ばされる、つむぐが弾き飛ばされる、だがじわじわとじわじわと進んでいく。いやでもこれはね、正直モサのその発想力に勝利をあげてあげたいところなんですけれども、いやちょっと傘チームがね全員やられちゃうとどうしようもなかったね。さあこれにて初心者チーム勝利です。はい、最後しっかりと全員倒して、なかなか倒せない矢倉の上で待っている。さあ続いてガチョコバトルなんですが、スペシャルの使用条件は先ほどと同じです。今回の変更点としては、モサチームのガチホコの爆風、あの割れた時の爆風でキルするのは OK です。そしてホコショットでキルも OK ということで、まあ、ちょっと完全なキル NG ではないんですけど、このホコを持っている人だけがキルを許されたということで、まあまあ1人ぐらいねガチホコショットでキルできるようになったといえど、まあ、そこまで大きな差はないだろうということで、初心チーム見ていきましょう。さあホコを持っているのは魚神 S、 初めてのホコ持ちです。さあどうすればホコを使えるんだ、なるほど貯めればなんか爆風が出るのか、あーすごいぞ、これはすごい爆風が出る、これは強い、ホコの強さに気づいた魚神 S でした。ここに乗せればいいのか、おーすごい乗ったぞ、初めて乗せたぞと。さあシールドを使って防いでいくがどうだ。さあモサ持った、持ったのはキャット坂本だ。さあこれに追いつけるか、初心者チームこれに追いつけるか、つむぐ何をしている、つむぐ目の前の敵で精一杯です。さあそれを追いかける黒猫、つむぐもそれに気づいて慌てて戻ります。
慌てて戻っているのか。さあ割られました。さあ再び落ちました。キャット坂本、キャット坂本進む、止められない。全然止まらない。キルなしでもよかったんでしょうか。いやちょっともう一回やってみていいですか。次はホコショット、モサチームのホコショットでのキルがなしバージョンも見ていこうかなと思います。まあ、ちょっと今の試合見てたらね、もしかしたらホコショットなしでも勝てるんちゃうかなと、なんかそんな気がしたんですよね。やっぱホコってのは持って逃げればいいですから、初心者はそれに追いつけない気がするんですよ。なのでこの見てください、この素早すぎるホコ割り、この素早すぎるホコ割りで、しかもこのホコバリアを割った時にダメージが入りますから。そうそうなんですよ、そのバリアを割った時のダメージで倒せることができれば、全然モサチームにも勝機はあるということで、ほら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 、いけるでしょ、いけるでしょ。このね、ガチルールの標的が移動するルールは全然可能性あるんですよ。さあ紡ぐ逃げる、さあ爆風に巻き込まれまいて逃げる、歩いて逃げる、さあ歩いて逃げる、さあキャット坂本がほこぼちです。さかなかみん S 後ろからリッター撃っております。さあミーが来た、ここは絶対通さないぞと、親の仇を、親の仇に許じゃ、通したいぞと。はい、うまいこと言葉が出てきませんでしたけれども、さあタコ、タコやられる、坂本も切る、来る。さあ、つむくんお待ちました。ここから逆転できるのか。ちょっと今日全然口回ってないな。今日全然口回ってないぞ。なるほど、ビーコンか。ビーコンで無限復活していこうということですね。さあ、あ、そうか、キルできひんのか。キルできひんねや。せやった。歩行持ちキルできひんやん。ようやったな、今まで。おー、すごい、倒した。せや、みんな、一回歩行持たれたら、だから二回歩行持たれたら終わりやねん、みんな。わかる？その2回矛持たれたら終わりの中で、モサチームここまでやってんねん。すごない？さっきもよう勝ったと思わへん、そう考えたら。やばいやばい、これ、矛神回の可能性あるぞ。さあ、行ってる行ってる行ってる、猫丸が行ってる、誰も気づいてない、誰も気づいてない、乗るか、乗ったー。すげえ、うわ、やばいな。2回持たれたら負けの中で、よく勝ちました。素晴らしい。本日ラストガチアサリいきましょう。今回はね、初心者チームサブスペシャル両方 OK です。まあほぼほぼ縄張りとね一緒のルールなんで、まあ使わないとさすがにきついかなという感じですね。さあ初心者チームはね、もう武器相変わらずですね、変わらないですね。両端が金モデで、真ん中2人、あ、てか3人モデラーやん。違うか、これわからん、何の武器か分かりません、オカリンは。さあモサチーム、キャット坂本が行く、ライジンステップで、ライジンステップで全てを避けて、素晴らしい。さあガチアサリの勝率はね、モサチームかなり高いですから、ここも負けずに行っていただきたい。いや、ビーコンが強いですね、やっぱり。さあハンコでしっかりとしばいて、魚神 S、 これを持っていく。入れるのはどっちだ、先に入れるのはどっちだ、さつまいもと。ああ、さつまいもやられた、惜しい、今の惜しかったな。さあつむぐがいっぱい入れて、その3つのアサリをどうする、これは止まるのか。このガチアサリのバリアが戻されれば猫丸の反撃があるんですが、初心者チームアサリを運べるか。さあここは一旦戻りました、猫丸入れていく。さあここで、ここで決めたいところですね。この1回の攻撃のチャンスはでかいですよ。アサリが、アサリがなんと固められている、誰のアサリだ、素晴らしい、アサリが固められていました。さあ初心者が固まっている間に、モサチーム自陣にあるガチアサリを入れていきたい。さつまいもがここで待機してます。再び初心者の反撃のターン、ミー入れられるか。さあしっかりと高台に登ってから、高台に登ってから確実に入れました。崖下には落としたくないと。さあだが初心者チームアサリがありませんよ。さあそのアサリを持っていけるか。だが時間がなさそうだ、飛んでいった、飛んでいった、時間は間に合わず。さあ止められるか、さすがに止まらないか。さあ入れるのはどちら、入れるのはどちら、入れられない、なかなか落ちない。さあどうだ、あー入れられるか、くっつい、惜しいな、なかなか帰ってこへんかったね。さあ残りカウントは9、
いやちょっと防衛と攻め手がうまいこと配置されてたね。お、まだあるか。お、まだチャンスがある。さあ、モサチーム、ここでガチアサリが2つになって、サツマイモのガチアサリもたまるとすごい数になりそうだが、追い詰められる、追い詰められるか。どうだ、帝王イカでいった。現在こちらアップデート前です。アップデート前なので帝王イカはアサリを持っていくことができます。さあ、ここでたまるか。たまった、入れた。さあ、最後の逆転のチャンス、タコ入れる、タコ入れる、タコ入れる。これも入れたいが、残念、それが入ってればわからなかったが、坂本いけるか。坂本、残念、間に合わず。さあ、だから猫丸の、猫丸のガチアサリがありますが、なかなか降りてこない。中尾中尾、すごい軍隊、軍団が来てます、軍団が来てます。終わりました、残念。ちょっとガチアサリゴール降りてくるのが遅かったですね。ちょっと仕事してください。と言いますことで、キルなし縛りいかがだったでしょうか。まあさすがにガチの初心者といえどきつかったかなと思いますね。でもそんな中何回か勝ってたんで素晴らしいなと思います。両者頑張ったなと思ってくれたら、ぜひグッドボタンね、教えてくれると嬉しいです。それではお疲れ様でした。バイバイ。